ガブリエル・ミリート、ガブリエル・アレハンドロ・ミリート、ゲイブリエル・アレイ・ハー・アンドロ・ミリート、1980年9月7日対、は、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。同じく現サッカー選手のディエゴ・ミリートは実刑。なお、祖父母が、カラブリア州。 午前ツア近郊のテレッダノーバダ・シーバリ出身であるため、イタリアのパスポートも有した、イタリア系アルゼンチン人である。ブエノスアイレス州のベルナルに生まれ、1997年に CA インデペンディエンテからデビューした。この頃、兄の FW、ディエゴ・ミリートは、インデペンディエンテのライバルのラシンクラブに所属ており、アベジャネーダダービーで何回も、兄弟対決が実現した。 2003年7月にはレアル・マドリードへの移籍が決まりかけていたが、メディカルチェックで膝の怪我が感知していないと判断され、移籍は取りやめになった。同月には、レアル・サラゴサと契約を結んだ。4シーズンの間、レギュラーとしてプレーし、2005から06シーズンから2シーズンは兄のディエゴと一緒にプレーしている。2007年7月10日。 FC バルセロナと4年契約を結んだ。遺跡金は1850万ユーロ、1390万ポンド、年俸は400万ユーロ、270万ポンドと報道されている。背番号は、ティアゴ・モッタがつけていた三を与えられ、9月2日のアスレティック・ビルバオ戦でデビューし、11月24日のレクレア・ティーボ・エルバで初得点を挙げた。2008年5月5日、 右膝前十字人体を負傷し、2008から09、シーズンは1シーズン丸々欠場したため、三冠達成には立ち会っていない。2年近くも試合に出場できなかったが、2009年12月に行われたカーズマ SC との親善試合で602日ぶりにチームに復帰し、2010年1月5日のコパデルレー、セビージャ FC 戦ファーストレグで公式戦に復帰した。 セビージャ戦の5日後の CD テニリフェ戦では、カルレスプジョルとの交代で、試合終了間際の7分間だけ出場し、リーグ戦に復帰した。2010年11月11日のコパデルレイ、戦では1得点を挙げたが、この試合で再び負傷した。2011年4月30日のレアルソシエダ戦では、先発出場して、ゴールネットを揺らしたが、オフサイドの反則があったとして、 得点は認められず、さらにこの攻撃の際に、ふくらはぎの筋肉を痛め、残りのシーズンを欠場した。シーズン終了後から、フルスシーエインデペンディエンテに復帰した。2012年6月、怪我の影響で、今シーズン限りでの引退を表明した。1999年、U-21 アルゼンチン代表として、FIFA ワールドユース選手権に出場した。 2000年のメキシコ戦でアルゼンチン A 代表デビューし、その後は A 代表から遠ざかったが、2003年のアメリカ戦に兄のディエゴと共にピッチに立って代表復帰を果たし、その後は兄弟揃って招集されるようになった。2005年には FIFA Confederations Cup2005 に出場し、2006年には 2006FIFA フフワールドカップに招集されてオランダ戦に出場した。 2006FIFA ワールドカップにディエゴは招集されなかったが、2010FIFA ワールドカップはディエゴが招集され、ガブリエルは招集されなかった。2010年8月、セルフィオ・バティスタ監督は、スペイン戦に、ガブリエルを招集し、3年以上ぶりに代表復帰を果たした。2015年4月、エスティディアンテスデラプラタの監督に就任した。2016年5月12日、フルスである、 CA インデペンディエンテの監督に就任し1年半の契約を交わした。2017から18シーズンによりカンペオーナーとナシオナールの CD をヒギンスと1年半の契約を結んだことが発表された。アルゼンチンのビッグクラブのインデペンディエンテの歴史の中でも有数のアイドルの一人とされている。クラブとサポーターが彼のために敬意を表して引退試合が 催されれることがが決まった。た。そしして、て2012年12月26年月日に、引引退退試合が行われて引退したディエゴとガブリエルのミリート兄弟は、レアルサラゴサデの2シーズンを除き、子供の頃から常に別々のクラブでプレーしていた。ガブリエルがインデペンディエンテに所属していた当時、兄はライバルのラシンクラブに在籍しており、2003年3月9日のにおいて、 兄弟による対戦が実現した。試合中ペナルティエリア付近で弟が兄を倒し、ユニフォームを使われたと兄が弟の退場を要求。弟に出されたイエローカードをめぐって兄弟が激しく言い争うシーンが見られたが、結果は1対1の引き分けに終わっている。試合中二人がずっとのろしり合いを続けスタジアムの大観衆と何万人もの TV 視聴者の前で、 兄弟喧嘩をしたことで、感染に来ていた母親は、イカリスタジアムを退出した。この時彼女は、兄弟のガールフレンドたちと一緒であり、穴があったら、入りたいほど恥ずかしかったという。通算34日、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。